量がいつもと違う形になって頭には角みたいなのが生えて、負けた俺に選択肢はない。で、まだ続きがあってさ、その神楽、霧隠れの忍び刀を受け継ぐ候補。ねえ、この絵も動く？だって、私が一生懸命描くと。俺はいつだって死ねる。ナルトもそうだ。パパ褒めてくれるんだよ。しかもパパの絵だったからすっごく楽しかった。どこにでも連れて行け。